ルームバーハイ、かけるイブサンローランボーテ、日本の新たなエンターテインメントとファッションの融合。最近、日本のエンターテインメント界に新しい息吹が巡っています。元ジャニーズ副社長の滝沢秀明氏が率いるエンターテインメント会社、とべ、の YouTube 生配信で、岸優太を中心にした新しいグループ、ルームバーハイ。 が結成され、その冒険的な未来に期待が寄せられています。さらに、世界的ブランド、イブ・サンローラン・ボーテとのタイアップが発表され、これにより彼らの活動がますます注目を浴びています。本校では、新グループ、ルーム・バーハ・ライと、イブ・サンローラン・ボーテのコラボレーションに焦点を当て、その背後に潜むエンターテインメントとファッションの融合に迫ります。 背景先月15日、エンターテインメント界の巨匠である滝沢秀明氏が率いる、とべ、が、岸優太タを中心とした新しいグループ、ブームバーハイを発表しました。ジャニーズから独立した岸優太タが、新たな挑戦に臨む姿勢が、ファンや業界内で賞賛されています。この発表に続き、今回の、イブ・サンローラン・ボーテとのタイアップが、 グループの存在感を一層際立たせています。タイアップの発表新グループ、ルームバーライが、イブ・サンローラン・ボーテとのタイアップを果たしたニュースは、多くのファンや業界関係者を驚かせました。特に、イブ・サンローラン・ボーテは世界的な高級ブランドであり、その香水、リーブラがこのコラボレーションの中心となっています。 岸シユ平タ、ヒラ神宮寺優太の3人が、この香水をプロモーションする動画が、ウックジャパンの公式ウェブサイトで公開され、大きな反響を呼んでいます。イブサンローラン・ボーテの選択理由、イブサンローラン・ボーテとのコラボレーションが、ルームバーライにとってなぜ重要なのかを理解するには、ブランド自体の特徴を知ることが必要です。このブランドは、 創業者イブ・サン・ローランの美学に基づき、常に洗練されたデザインと卓越した品質で知られています。その中でも、リーブラという香水は、自由と情熱を象徴する香りであり、若いエネルギッシュなグループ、ルームバーライとの相性が良いと言えるでしょう。また、イブ・サン・ローラン・ボーテは、常に新しい表現形式を求める姿勢を持っており、 これが新たなエンターテインメントとファッションの融合において、ルームバーライとのコラボを選んだ理由の一つとみられます。ルームバーアイの新たな挑戦、ルームバーライがイブ・サン・ローラン・ボーテと手を組むことで、彼らはエンターテインメントの領域を超え、ファッションや美容の分野にも進出する新たな一歩を踏み出しました。 これは単なるプロモーション活動に止まらず、異なる分野でのコラボレーションにより、グループの多様性や表現力をより広範囲に示すものとなりました。OUK Japan での公開、NOOMBARI のリーブラプロモーション動画が OUK Japan の公式ウェブサイトで公開されたことで、コラボの露出が一気に拡大しました。この動画では、 3人が宣伝された衣装に身を包み、自由で力強い表現で、リーブラの魅力を伝えています。また、動画内でのメンバーたちのコメントや製品の紹介が、視聴者にブランドとのコラボに対する興味を引き起こす要因となりました。ファンからの反応コラボレーションの発表以来、ファンからは驚きと期待の声が相次いでいます。 特に、ルームバーライのメンバーたちが香水のプロモーションにどのようなアプローチをするのか、その一瞬一瞬がファンにとって非常に注目されています。ソーシャルメディア上では、ハッシュタグ、ナムバリクシス部がトレンド入りし、ファン同士がコラボに対する感想や期待を共有しています。コラボレーションの意義、ルームバーライ。 とイヴ・サン・ローラン・ボーテのコラボレーションが注目を集めている理由はエンターテインメントとファッションの融合にあると言えますこの取り組みは従来のアイドルグループの活動を超え新しい形のエンターテインメントとして位置づけられていますルームバーハイが提案するのは音楽だけでなくファッションや美容といった要素を組み合わせたエンターテインメント体験です ルームバーライのイブ・サンローラン・ボーテとのタイアップは日本のエンターテインメント業界において新たな地平を切り開く出発点となりました。滝沢秀明氏の飛べが提案する新しいエンターテインメントの形は単なる音楽やパフォーマンスに止まらずファッションや美容といった異なる領域とのコラボレーションを通じて多様性や表現力を拡張しています。 これは単なるプロモーション活動ではなく、アーティストとしての新しい可能性を追求する姿勢が感じられます。今後のルームバーライの活動に注目が集まる中、彼らがどのように異なる分野と連携していくのか、エンターテインメントの新たな可能性が広がっていくことでしょう。